ライブサイクドンピードンピー、はい、ということでロイズブサイクです、はい、メンバーそれぞれが、様々なテーマに対してかっこよく見える瞬間の映像を撮影し、その映像を一般女性、はてな人が審査ランク付けするゲームです。はい、俺たちがロイズブサイクです。はい、ということで今回のブサイクランキングテーマはこちら。彼女が急に子供ドラゴンの47都道府県ツアーを全通したいと言ってきたら怖やな、怖やしな、全通いかついよ。まあ47ツアーね、僕ら自身も今まで4回回りましたけどね、自分たちで回っててもね、思うし、それこそいっぱいついてきてくれるお客さんとかもいたりしたけど、全部で4ヶ月ぐらいかかんねたかな。そう、早くですか、ね、4、5ヶ月ぐらいかかるイメージあるよね、全通。それを彼女がしたいと、はい、でしかも子供ドラゴンっていうことは自分たちのバンドではないってことですよね。ここがね、多分ね、このね、ブサイクのね、味噌になってくる場所だと思うんで、それでは早速第3位の方から見ていきたいと思います。第3位はこの方、どうぞ。47都道府県ツアー、子供ドラゴン全通したいと彼女が言ってきたら第3位は、誰だ、俺か。まあ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 、いいよ。まあまあまあ、どう、言ってんやろ、ね、いや、あのさ、ちょっと聞いてほしいことがあって、シルミンキャは、ヨシー君がこれやりたいっていうのがちょっと一つ見つかったの。それが、うん、あの、子供ドラゴンっていうバンドの、はあ、子供ドラゴンね、47都道府県ツアー、うん、全部行きたいって思って。マジ、うん、いかつ。47って、お前結構4ヶ月ぐらいかかるよ。そうやね、4ヶ月ぐらいかかるよな。全部ツアー行くの。全部ライブ、うん、ガチ、うん、え、金あんの。金はな、まあ、とりあえず大丈夫。移動費とかも。あ、そう、え、ほんまに言って、結構俺さ、47ツアー回ってたからさ、分かるけど、あれ結構お客さんも大変よ。なんかやってみたいなって思って。まあ47自体久しぶりやもんな、あいつらもな。あ、そっか。いや、全然止めへんねんけど、その間仕事どうするの。そうやな、仕事はもう休もうと思ってる。いけるん、よしこの仕事。多分大丈夫。そうだ。でもなんか、いや全然いいねんけど、ちょっと寂しいかも。俺らのツアー来てる。そうだね。そっちの。そう、あのライライランゲの方来てました。なんか、いや、子供ドラゴンのツアー行くのは全然いいねんけどさ、なんかツアー絶対俺ら被ってるしさ。実際被ってるしな。なんかせめてよしこ俺と付き合ってんのやったら、俺らのライブも来てほしいかも。子供も行くのも全然いいねんけど。そうやな、俺らのライブも来てほしいな。だったらスバル君の方のライブ全部行く。あ、いいよ、それやったら、それやったらそっちも、いや、いいんや、よしこ。別に嫌な気はせんかったけど、よしこいいんかい。嬉しいし、俺もだって頑張ってる姿全部見てもらえるわけやろ。で、ね、ツアーでこうかっこよく、どんどんかっこよくなっていく姿を、今までやったらさ、こんな感じやったでっていうのはさ、直接見てもらえるわけやろ。あ、じゃあそっち来てよ。うん、OK。 わかった、じゃあそうする。あ、お前絵の子供なのかもしれない。もういい、いいの、チャムはいい、チャムもういい。OK、わかった、じゃあツアー楽しみに頑張ろうか、頑張ろうかって。頑張るのはこっちやん。楽しんでもらえるの頑張るわ。楽しみ、めっちゃ楽しみ。うわ、上がってきた。うまい、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 うまい。はい、ということで第3位は私でした。途中からちょっと手術でかけた。そうだね。宴会。これはこれで一つの形やと思いますよ。まあまあ、ね、はい、ということでじゃあ続いては第2位の方です。第2位の方はこの人です、どうぞ。彼女が子供ドラゴンの呼んでも全部行きたいって言ったらどうすんねん。第2位はこの人。はいはい。おーい、キミー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 。実はね、聞いてほしいことがある。聞くだけやな。一とまず、怖い。とまず、聞いてもらいたいのが、うん、私、うん、あの、子供ドラゴンっていうバンドの47都道府県ツアーがこれから始まるんだけど、うん、全部行きたいと思ってて。あ、行けばいいよ。おー、いいの？さっきとは全然違う。普通にこう、全箇所47都道府県、うん、しばらく会えなくなっちゃうけど。え、でも行きたいんでしょ。うん、今日いいやん。まあまあ、なんかな、お前なんでよ、なんでよ。え、だって趣味やん。
趣味でだって俺もサバディエするしさ、来た、そう友達遊んだりとかもするしさ、うん、それをだって逆にどうって聞かれて嫌だって言われたらちょっと俺も しんどいなと思って、趣味はね、うまく付き合っていくためにはお互いの趣味をこう、うん、何尊重していかないといけない、ね、大事だね、だから俺は冷たいっていう意味で言ってるんじゃなくて、うん、それも聞かなくても行けばいいと思う、うん、そう別にそれで嫌いになったりせえへん、ゆっこのこと好きやから、うん、もう自分を大事にしてほしい、うんうん、はい、その代わり、うん、受け大丈夫、そうそう、タイムとかおじさん連絡してくれたら振り込むけど、あの基本的にお金は貸さないのと、チェキは1日5万円、うん、1日5万円で、推しのチャムが出なかったらあのツイッターで交換取引手伝うんで、はい、それで行きましょう、はい、はい、ありがとう、はい、じゃあ気をつけて、はい、行ってらっしゃい、行ってきます、いい人だけど、おーよかった、よーよーよー、かっこいいで2、かっこいいで2、なるほどね、もう全部受け入れる、いい、まあしょ、まあ、大事よね、まあ、それはね、趣味 の, そのそガス抜きの時間をね、リスペクトする、やっぱこう自分の人生にプラスアルファでいてくれたらいいなっていうぐらいの人がやっぱちょうどいいんですよ、そのお互い依存せずにね、なるほど、なるほどね、はい、ということで、じゃあ続いては第1位の方です。第1位はこの人です。どうぞ。彼女が子供の頃呼んだ夏は全員したいって言ってきたら、こい第1位はこいつや、ほら、おー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 、何言ったか全然覚えてない。また結婚しようってちょっとさ聞いてほしいことがあって。もうどうしたん。あのこれやりたいっていうのがちょっと一つ見つかって、うんうん、ええやんよ。それがね、あの子供ドラゴンの47都道府県ワンマンツアー全公演行きたいと思ってて。ほうほうほう、え、全公演日本全部行くってこと。全部、ほんまに、うん、え、なん、ほんまにそんなにちゃうのよ。そうなのか、また好きやな。でもなんか別に否定はせえへんのやけど、うん、47行くってどんだけ日にちとお金めっちゃかかるやな。すごいかかると思う。その間僕会われへん。こっち来てくれれば一緒に行く感じか。あ、でもそうね、なんかまあ普段僕もライブ行ってるから、まあ、結構土地勘とかあるから、いろいろなんか飯とかは一緒に行く感じ、うん、確かにね。え、47か47? めっちゃ早くる。やってみたい、やってみたい、どうしてもやりたい、やりたい、どうしてもやりたいんやったら僕にぶっちゃけ止めるのはないんやけど、うん、いやでもそうね、でも嫌なら全然、いやいや別に嫌とかはないんやけど、そうなんやってちょっとびっくりしてて、うん、まあでもいいんちゃうかな。なんかもう別によしこが自分で頑張って貯めたお金に行くんやから全然そんな否定とかはしたくないし、うん、いいと思うんやけど、ちょっとなんかやっぱ寂しい悲観もあるから、え、どうしよう、僕もじゃあ休みの日になんか近くで予定とかあったら僕もじゃあ飛行機でピューンって飛んでって、子供のドラゴンのライブに行くかな。複雑やな、ここは。これ観光にしとこうかな。チャム見ようか。じゃあチャム見ようか。3回だけ行く。3回だけ行く。3回だけ行く。で、それ以外会いたいなと思ったらちょっとその辺観光しとこう。うん、分かった。観光して、夜は合流して、そこの辺なんか多分美味しいものとか僕結構知ってるから、うん、一緒にご飯食べに行こう。うん、分かった。オッケー。じゃあ僕もあのチャムのチェキ買うな、一緒に。うん、お願いします。ランダムか。ランダム。誰出るか分かんない。なるほどね。じゃあチャムはヨシコにあげて、それ以外僕って感じか。うん。いやいや、僕もチャムだじゃあ、2人のものにしよう。2人でチャムやってよ、うん、オッケー、どうしよう。じゃあ、2人で楽しもう、うん、いいよ、別に全然。ありがとう、楽しいことやっていこう。うん、ありがとう。よし、旅行や、うん、ゴー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 、はい、ちょっとよしこに甘すぎや。いや、だってちょっと甘やかアドリブやん、言うてこれ甘やかしすぎやろ。アドリブで出てくるのはこんな感じよ。はい、一応止まりました。自分も行くっていうね、解くんじゃなくて、すごいね、気になるね、よう行くんだね。気になる、何言ったやろ、どうしたやろ。はい、ということで、じゃあ第4位はこの方です。どうぞ。彼女はこの前も全通したいって言ってきたら、第4位はクイナ。どんなこと言うんやろ、ね、
ね、一つね、あのやりたいことが見つかって。え、何？登山。登山じゃない。あ、子供ドラゴンの47都道府県ツアーに全部行きたくて、うんうん、行ってきてもいい？もし自分の金。いや、まあそうよ、大事大事、大事、ちゃんとそこは自分のお金やったらいいよ。だからこうちょっとしばらく会えなくなっちゃうんだけど。え、なんか言うてる話しちゃうよ、さっき寂しい言うて。なんかおかしいよ、1週間に4回会って言うて。どうしてもこうちょっとやりたいなって。そうね、まあそれはそうやな、どうせやるなら全部行きたいもんな、うん、それはいいよ。ただ地方行きました、うん、トラブルをお前にぶつけて本当にね、うん、よかった。ちょっとお金なくなったとか、はい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 、クレジットカード止まって元に止まられへんとか、やる、そういうのなしだ、うん、よかった。迷惑はじゃあ絶対にかけないって約束で、うん、とチェキは、あ、なんか1公演3枚まで、3枚まで、4人か、4人、え、1公演4枚まで、4枚やったら OK、わかった、絶対4枚まで、OK、約束、それやったらいい、チェキ制限、わかった。じゃあ楽しんでくるね。なるほど、その間ワイも楽しみ。僕ね、僕的に1位ですよ、これ。いや、最後が一番超かっこいい、やばいな、本当はかっこいい、スペシャルかっこいい、一番でしょ、最後が。最後めっちゃいいじゃん、やば、最後。いや、でも彼ってほったらかして女の行くってことはこういうことですね。そう、本来はこういうこと、それぐらいの覚悟はこっちもね、そりゃね、そらそうで、こっちも楽しい。めっちゃいいじゃん、今の、ね、僕ら的には1位でした。おめでとうございます。はい、ということで、いいね。今回ね、だいぶ久々のまたあれになったんですけど、とはいえね、やっぱロイズブサイク引き続きやっていきたいと思うんで、はい、皆さんたくさんね、視聴、グッドボタン、高評価、チャンネル登録と、あのコメントたくさん書いてくれたら、最高なんで、楽しみしてるんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。ロイズブサイクでした。じゃあねー。